こんにちは。1970年代のヴィンテージアイテムを集めているアジアのタカです。古着あるあるなのでしょうか。最近部屋が古着屋臭くなってきたので、最大の原因であるこのリーバイスのスウェードのトラッカージャケットを自分で丸洗いします。こちらは以前に都内の古着屋さんで70年代から80年代のものと説明を受けました。詳しい方がいらっしゃいましたら判別の仕方をご教授ください。今回丸洗いと保湿、匂い取りに使う助っ人たちはこちら。左からアタック、レクソールのレザークリーナー、 M モーブレーの栄養防水スプレーと捕獲クリーム、それと謎の匂い取りスプレーに僕が絶大の信頼を置くラナパーのレザートリートメントです。では早速行ってみます。40度のお湯にアタックを溶かして容器に満タンにお湯をためます。そこへスウェードジャケットをためらいなくズリュッと沈めます。あとはひたすら揉みます。揉んで揉んで揉みまくります。握力がなくなるまで揉みまくります。見てください。みるみるうちにお湯が危険な色へと変化していきました。元の染料なのか汚れなのかは謎ですが、超きったねえです。ぐえ、きったねえ。裏返して中側も揉んで揉んで揉みまくります。先ほどほとんど握力を失ったのでかなりきついです。そのまま1時間ほど漬け込みました。取り出したジャケットを馬の毛のブラシにレクソールレザークリーナーをつけてまんべんなく洗います。裏と表と洗い残しなくきっちりとブラシをかけます。ガンガン行きます。もう握力は子供レベルですがガンガン行きます。何度かブラシが手元からすっ飛んでいきました。泡がなくなるまでシャワーします。そしてまた揉みます。地獄の揉み洗いです。プロテインを飲むことをおすすめします。水もだいぶきれいになりました。ネットに入れて脱水します。部屋干しをします。このあとクリーム類を塗るので 70% くらいの乾きにします。テムモーブレーの捕獲クリームを内側全体に塗ります。外に出て栄養防水スプレーを丸ごと1缶吹きつけました。本当でしたらこれで終了予定でしたが、皮が重なる部分のギシギシ感と匂いが残っていました。そこでまずラナパーの出番です。表と裏と2度ずつの合計4度塗りました。そしてこの謎のスプレーを全体的に吹きつけます。アームホールは両側から打つべし。容器半分くらい使いました。そして 100% 乾燥させます。結果、表面の汚れに関してはほぼ落ちました。落ちたのですが、汚れの下に隠れていたシミなどが浮き上がってきました。あちゃーです。これも古着あるあるなのでしょうか。まあ気にしないです。
革のギシギシ感もなくなり、一番気になっていた古着の匂いもほぼ完全に消えました。鼻をくっつけてスーハーすると匂うくらいです。部屋に干していても古着屋の匂いがしません。あの謎のスプレーはかなりおすすめです。保湿はラナパーが無敵です。以上です。ご視聴ありがとうございました。